もちろんこの国の価値になったのです。36万9500匹のカッパたちはそのためにけなげにも戦死しました。しかし敵国に比べればそのくらいの損害は何ともありません。この国にある毛皮という毛皮は大抵カワウソの毛皮です。私もあの戦争の時にはガラスを製造するほかにも石炭柄を戦地へ送りました。石炭柄を何にするのですか？もちろん食料にするのです。我々はカッパは腹さえ減れば何でも食うのに決まっていますからね。それはどうか怒らずにください。それは戦地にいるカッパたちには我々の国では醜聞ですがね。この国でも醜聞には違いありません。しかし私自身こう言っていれば誰も醜聞にはしないものです。哲学者のマックも言っておるでしょ。汝の悪は汝自ら癒え、悪は自ら消滅すべし。しかも私は利益のほかにも愛国心に燃え立っていたのですからね。ちょうどそこへ入ってきたのは、このクラブの給仕です。給仕はゲールにお辞儀をした後、朗読でもするようにこう言いました。お宅のお隣に火事がございます。火事。ゲールは驚いて立ち上がりました。僕も立ち上がったのはもちろんですが、給仕は落ち着き払って次の言葉を付け加えました。しかしもう消し止めました。ゲールは給仕を見送りながら泣き笑いに近い表情をしました。僕はこういう顔を見ると、いつかこのガラス会社の社長を憎んでいたことに気づきました。が、ゲールはもう今では大資本家でも何でもない、ただのカッパになって立っているのです。僕は花瓶の中の冬装備の花を抜き、ゲールの手へ渡しました。しかし火事は消えたと言っても、奥さんはさぞ大驚きでしょう。さあこれを持ってお帰りなさい。ありがとう。ゲールは僕の手を握りました。それから急ににやりと笑い、小声にこう僕に話しかけました。隣は私の家作ですからね。火災保険の金だけは取れるのですよ。僕はこの時のゲールの微笑を、軽蔑することもできなければ憎悪することもできないゲールの微笑を、いまだにありありと覚えています。どうしたね、今日はまた妙に塞いでいるじゃないか。その火事のあった翌日です。僕は巻きタバコをくわえながら、僕の客間の椅子に腰を下ろした学生のラップにこう言いました。実際またラップは右の足の上へ左の足を乗せたまま、腐ったくちばしも見えないほど、ぼんやり床の上ばかり見ていたのです。ラップくん、どうしたね？と言えば、いや、何、つまらないことなのですよ。ラップはやっと頭を上げ、悲しい鼻声を出しました。僕は今日、窓の外を見ながら、おや、虫取りスミレが咲いた、と何気なしにつぶやいたのです。すると僕の妹は急に顔色を変えたと思うと、どうせ私は虫取りスミレよ、と当たり散らすじゃありませんか。おまけにまた僕のおふくろも大の妹びいきですから、やはり僕に食ってかかるのです。虫取りスミレが咲いたというのはどうして妹さんには不快なのだね。さあ、多分オスのカッパを捕まえるという意味にでもとったのでしょう。そこへおふくろと仲悪いおばも喧嘩の仲間入りをしたのですから、いよいよ大騒動になってしまいました。